ここからビジターセンターになります。どうだフィリップ、万事順調じゃねえか。とにかく先を急ごうぜ。やるしかねえか。よし、準備完了だ。これはダイヤル式ロックですね。案外近くに手がかりがあるかもしれない。探してみるか。電電センサーで何かわかるかもしれません。これがキーワードか。よし、レッスン進めるぜ。どうだ、もんなら止めてみろ。どうだ、またさっきと同じ仕掛けか。キーワードの手がかりを探しましょう。ドアがロックされています。解除する方法を探しましょう。ドアがロックされています。解除する方法を探しましょう。電電センサーで何かわかるかもしれません。よし、電電センサーを使ってみましょう。けたぜ。電電センサーで何かわかるかもしれません。電電センサーで何かわかるかもしれません。セキュリティロックが解除されました。どんどん行くぜ。止められるもんなら止めてみな。どうだ。電電センサーで何かわかるかもしれません。どんどん行くぜ。こんなら止めてみな。どうだ。電電センサーに使ってみましょう。なんだ、単なるホログラムか。待ってください。このワードはひょっとしたらキーワードかもしれません。なるほど、試してみる価値はある。よっしゃ、リンゴだぜ。先を急ぎましょう。この部屋から反応があります。誰かいる。敵か。ナスカ、久しぶりだな仮面ライダー。お前が探しているのはこのガイアメモリかな。まさかお前キリシコなのか。翔太郎さん、その方とお知り合いなのですか。ナスカは園崎キリヒコは俺と同じフートを愛したやつだ。だけど彼は死んだはずだ。その方から強力なコアエナジー反応が出ています。なあ、本当にキリヒコなのか。何か言ってくれよ。私は死んだ人間だ。今さら何かを言うつもりはない。私がするべきことはただお前と戦うことだけだ。戦うしかねえのかよ。どうだ。やはり強いな。だがこれでいい。お前まさかわざと、なんでそんなことを。これでいいんだ。どういうことだよ桐彦。説明する時間はないようだ。私に一つだけ教えてくれ。フートの風は今も変わらないか。ああ、あんたが生きていた頃と全く変わってないぜ。そうか、よかった。お前を信じフートを託して。本当によかった。桐彦！翔太郎。翔太郎さん？はい。さっきナスカから高エナジー反応が出てるって言ってたな。はい、とても高い数値のコアエナジー反応が出ていました。フィリップ、お前どう思う？財団 X を思わせる X の文字、倒したはずのドーバンとの復活、そしてコアエナジーの研究、実に興味深いね。相棒、俺もこの街の風が助けてくれと叫んでいるように聞こえるぜ。この町には大きな裏がありそうだ。はい。君も本当にナビゲート AI なのか？これまでの愛を見て怪しいところは何もねえ。それに愛は依頼人だ。依頼人に疑いの目を向けるのは探偵のやることじゃねえ。そんなことじゃ愛だって俺を信頼してくれるわけがねえ。それが俺のやり方だ。まったく君ってやつは。信頼。とにかくこれまで通り俺は愛を信じる。これからもよろしくな。愛。はい、信頼に応えられるよう頑張ります。ヒートメモリも手元に戻った。今はとにかく先に進むしかねえな。この近くにゲスト ID 登録の端末があります。そこでアイダ博士の ID を調べましょう。ジョーカー。はっ。ジョーカー。